ホーム強い追い風、このレースも安定板をつけて行います。スタートしました。センターから3号艇、4号艇、好スタート。1号艇からインから山口も出ていきながら、まずは1号艇の山口がインから回って狭いところ、まくり差し狙っていきます。4号艇のミネソの内側からは2号艇の熊本、さらには5号艇の広瀬も差しています。さあ、ここは2コースからの差しで2号艇の熊本、その内迫る5号艇の広瀬、アウトから4番と1番、スタートは前提正常でした。先回るのは5号艇の広瀬、4号艇のミネが全速ターンで続く、その内側から2号艇の熊本が回ってきまして、先頭は3艇の接戦、2号艇の熊本、真ん中に5号艇の広瀬、アウトから4号艇のミネ。さあ、先頭争い3車となっていますが、誰が抜け出してくるか。2周の1マークは2号艇の熊本が今度はコーナー先取る、外を行きます。4号艇のミネに続いて5号艇の広瀬に、先頭は2号艇の熊本、栄一がもう一度前へ出てきます。2艇身のリード、2号艇の熊本、4号艇のミネが2番手で追いかけて、3番手5号艇の広瀬、2マークトップで2号艇の熊本が回って、ここも外を回して続く4号艇のミネですが、先頭は2号艇です、熊本栄一。追走2番手が4号艇のミネ龍太、3番手は離れて5号艇広瀬正幸、体型は2番、4番、5番。最終周回1マーク、先頭は2号艇の熊本、続いて4号艇の峰、ここは内をついていきます。先頭2号艇の熊本に諦めずに追いかけています。4号艇の峰が一定審査、さあ先頭キープなるか。2号艇の熊本ですが、内側に入りました4号艇の峰。さあ、ラストターンマーク、先に回るのは4号艇の峰、2号艇の熊本外を行きますが、ここは大逆転、先頭は4号艇の峰、2番手2号艇熊本、3番手が5号艇の広瀬、先頭4番が五輪。競艇フリーダムでは競艇エンタメ情報を発信中。さらに LINE 限定で競艇で稼いでいる方法を公開中。お疲れ様です。田崎さんの稼いでる方法を実践したら1週間ちょいで100万稼げました。お、いきなり結果出てますね。素晴らしいっす。プランの選び方も参考にしてます。田崎さんのおかげでこの先も稼げそうです。いえいえ、すぐ諦めちゃう人もいる中でちゃんと実践してきた結果ですよ。こんな風に稼ぎたい人は動画の説明欄かコメント欄をチェックしてね。